日本政府の発表によりますと中国海軍の情報収集艦1隻が鹿児島県口永良部島付近で日本の領海に侵入しましまた。鹿児島県の口永良部島西の我が国領海を南東に進む中国海軍ドンディアオ級情報収集艦1隻を確認をいたしました。 政府によりますときょう午前3時半ごろ海上自衛隊の P3C 哨戒機が鹿児島県の口の選ぶ島の西の領海内に中国海軍のドンディアオ級情報収集艦1隻が侵入したのを確認しました情報収集艦はその後南東に進み午前5時ごろ屋久島沖で領海の外に出ました政府は引き続き警戒監視活動を続けるとしています